搬送ロボットの高速化・高精度化に追従。放送袋用真空パッドについてご紹介いたします。ジャバラブが傾きのあるワークに追従。 ジャバラ部は3段タイプと5段タイプを用意。3段タイプはコンパクトで高速でも安定した吸着搬送を実現。5段タイプは液体が入った変形しやすい袋でも確実な吸着搬送を実現。リップ部は超軟質でワーク形状に追従。 包装袋の吸着に最適なリブ形状を採用リップ部の硬さは2種類をご用意さまざまな包装資材に対応柔らかめのピンクは変形しやすい包装袋向け 固めのブルーは、腰のある包装袋向けです。吸い込み防止アダプタ標準装備で、安定した吸着を実現。吸い込み防止アダプタがないと、パッドの変形や吸い込みすぎによるシワの原因となります。 平面タイプの吸い込み防止アダプターはコシのある包装袋向け。球面タイプの吸い込み防止アダプターは変形しやすい包装袋向けです。 パッド材質はシリコンを使用。パッド外径は30パイ、40パイ、50パイをご用意しております。ホルダはネジタイプとワンタッチ継ぎて内蔵タイプをご用意。ネジタイプのメートルネジタイプと G ネジタイプ、そしてワンタッチ継ぎて内蔵タイプです。 真空パッド選定のご相談、サンプルご用意など、お近くの営業マンが受けたまわっております。お気軽にぜひお問い合わせください。